明日はもう23度まで上がりますね。さっきまで1時間ぐらいライブやってきて、もう喉がカラカラなんですけど、すいません、今日はあの 100% 韓国の方向けの動画になります。ごめんなさい。今日は何を撮るかというと、さっきライブをやっててコメントに日本語の資格テストがあるんですよ。それに合格するコツっていうか勉強の仕方とか、そういうのを教えてくださいっていうあのコメントがめちゃくちゃあって、なんかコツっていうか自分が勉強した本とか、なんか勉強の仕方とか、そういう話をやってみたいと思います。これを食べながら。私は JLPT は N1150 何点ぐらいで、 JPT は900点だったんですけど、私はなんかその勉強が上手いタイプではなくて、あくまでも話がまあある程度できる人なんで、勉強が上手な人ではないので、それはちょっと理解してほしいです。外国語テストとかは TOEIC もそうですし、この日本語系のテストもそうですし、うるさい。本当に勉強のコツっていうよりは、自分がどれぐらいそのテストに慣れているのかの戦いだと思います。本当にだから私が勉強した方法って、死ぬほど単語を覚えて、死ぬほど文法を覚えて、死ぬほど過去問を解いてみたことしかありません。本当にそれしかなくて、でコツっていうのもあれだから、自分が実際使ってみて勉強した本を今紹介したいと思うんですけど、実際私が勉強した時使った本なんで、もしよかったら使ってみてください。まずはこちら。これ知らない人多分いないと思う、韓国人で日本語勉強してる人の中で。タラゴンっていう出版社のハンゴンドロックネギ、めちゃくちゃ有名な本なんですけど、でこれ1級から N1 から N5 まであります。あれもう一個あったけど、どこ行った。これタラゴンです。나온책은이두권풀었는데요갑자기왜한국어로하는지모르겠지만어쨌든얘는단어랑문법위주로공부를했고요얘는어휘뭐이것도거의단어위주죠외워야되는그런중요한것들을이다라곤책으로공부를했고그렇게좀익히고난다음에는 YBM 의기출문제로공부를했습니다저는2주를공부를했다고했잖아요시험을치기전에근데그2주동안제가순책이한권더있긴한데이건안뭐지금없어서얘랑또한권책이있는데걔를2주동안이두꺼운걸다풀었었어요진짜문제만미친듯이풀었었는데솔직히문제를많이푸는것말그만큼의좋은방법은없거든요토익도그렇고 JLPT 도그렇고솔직히많이풀어본놈이이기는그런시험이라서다라곤책으로여기있는단어를싹다외운다음에이책으로그냥미친듯이문제를풀었어요이게다예요저는이책진짜강추합니다아직도기억이나는게시험치기10초전에이제감독관이책덮으세요넣으세요하잖아요근데그때마지막으로딱눈에들어온단어가우나가스였거든요근데그게실제로시험에나왔어요이책은난이도가좀어렵긴해요공부하면서좀많이성질도나고했었거든요근데여기있는단어는진짜다외우면은900점은그냥기본은아닐까라는생각이들정도로정말정말강추한책입니다見えますか、この文字の量。うわ、もう二度と試験なんかしたくないわ。기출문제같은경우에도솔직히말해서문제는많이풀어보면풀어볼수록속도가빨리나는건누구나아는사실이잖아요그래서저는다른건안쓰고 YBM 에서나온기출문제만주구장창풀었어요다시한번말씀드리지만실제로제가풀어본책만추천을드리는거라서얘는솔직히진짜얇아요이거하루도안걸릴거예요얘랑얘말이750이지여기있는거다외우고다풀면은900은그냥넘을것같은데책일일이소개할필요는없겠죠그냥기출문제니까아여기있다내가풀었던거이책예
다 자기만의 공부 방식이 있는 거라 가지고 뭔가 좀 이렇게 하세요라고 하는 것도 솔직히 말이 안 되긴 한데 뭐 책 같은 경우야 좋은 책 있으면 추천해 줄 수도 있고 그렇잖아요. 그래서 저는 좋은 점수를 받는데 도움이 됐던 책들만 소개를 드리는 거라서 그래서 여러분도 혹시나 공부를 할 일이 있으면 책들 한번 써보시는 거를 추천드립니다. 그리고 뭐냐 YBM이나 다락원 같은 거는 얘네들도 유튜브 채널이 있거든요. 제 채널 보시는 것도 좋지만 가끔씩 생각나시면 이런 공부하는 채널 들어가서 한번 어떤 거 있나 보는 것도 좋은 방법이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 이제 7월 달에 시험이 있죠. 접수는 아마 4월 말에 끝난 걸로 알고 있는데 다들 열심히 공부하셔서 한 방에 합격하시길 바랍니다. それでは うとうましいって何?うとうしいっていうことかな? 彼は10年に1人の一流のピッチャーだ。わかんない。え、めっちゃ難しいじゃんこれ。